BT-42 は第二次世界大戦中にフィンランドが開発した自走砲である。敵軍であるソ連から路獲した BT-7 快速戦車を回収し、その砲塔容石を広げてイギリス製の QF4.5 インチ榴弾砲を搭載した回送車両であり、一般にフィンランド軍内ではクリスティ突撃砲と呼ばれた。1942年春、 フィンランド国営交渉は、装甲師団内に新設される突撃砲部隊のための車両開発に着手し、ベース車体にはソ連製の b t 七が使われることになった。b t 七は冬戦争から継続戦争初期にかけて多数が旅客され、九百四十二年初めの時点で、フィンランド軍は九百三十五年型、九百三十七年型合計で五十三。 量を保有していた。ただし、同じ黒隠角した T-26 系戦車が、継続戦争中盤には、フィンランド軍戦車部隊の主力として使われたのに対し、BT-7 はそのままの状態ではごくわずかな、数しか使われなかった。BT-42 のベースとしては、このように温存されていた BT-7 のうち、軽車走行の砲塔を持つ1937年型が、 使用された。改装に先立ち、BT-7 の車体は修理と、オーバーホールが行われた。改装第一号車である R-700 には1942年9月に、舞台に送られて試験され、1943年2月までに、全18両が完成した。BT-42 は、旧式化した戦車と砲を組み合わせた、廃品利用的色合いが濃く、性能的に、 到底満足のいくものではなかった。法は分離役等式だったことから争点に時間がかかるために発射速度が遅く増積されたとはいえ狭い砲塔内での操作は困難だった。加えて法の行不角と旋回のハンドルは片側にまとめられておらず左右別々の操作員が担当するので対戦車戦闘での素早い照準には不向きであった。改装のポイントは主に砲塔で オリジナルの BT-7937 年型砲塔の下部と前半を残して後部に大きな箱状の装甲を継ぎ足し大幅に容積を増している。車体は基本的に BT-7 のままだが、車体左側後部には長い箱状の張り出しが付け足されたほか、フェンダー各所に工具箱、右フェンダー全部、または車体後部に手法用クリーニングロッドが置かれた。 搭載砲は冬戦争中に、イギリスから24門が送られ、スペインから30門を購入して保有していた、イギリス製9回4.5インチ榴弾砲で、砲身長 L15.55、原設計は WW1 以前の骨董品である。これには、フィンランドで作られた多項式、マズルブレーキが装着されていた、クリスティー式戦車であり、立体を外して、 装輪走行車として使用できる駆動天輪と設置天輪がチェーンにて連動され駆動力を得る全部設置天輪をステアリングハンドルにて操作することで方向転換が可能となる BT-42 は走行師団冷下の突撃砲代隊に配備されたが1943年9月にドイツからスリー突撃砲が供給されると同代隊の装備はこれに代替され BT-42 は12月に新設の独立戦車中隊に移された。1944年6月、カレリア地境でのソ連軍の大攻勢が始まると、独立戦車中隊は北西端にある中枢都市ビープリ防衛に投入された。しかし、本来不評の火力支援向きの BT-42 が直接ソ連軍の T-34 やキロボルト -1、 と打ち合うことになったこの戦いでは、法の圧倒的な対戦車能力不足や、発射速度の遅さから著しく不利な戦いを強いられた結果、8両の BT-42 が失われた。残る10両は対戦を生き延び、そのうち1両はフィンランドパロラ戦車博物館に現存している。ガールズパンツァー劇場版継続高校の戦車として登場。劇中では、 M26 パーシングを3両撃破するという快挙を成し遂げた。また、ステアリングハンドルを用いての送輪走行も披露している。ESM1 区、ユッカプラーノン、P191 特に、BT-7937 年型の、内元の戦車型のまま、フィンランド軍部隊で使用されたのは、r 1 0 5号車1両のみだった。ESM1 区、ユッカプラーノン、 P73, ありがとうございます。